ファミリーコンピュータのコントローラー。一番左にあるのが十字キー。SG-10002、オセロマルチビジョン、セガマーク3、マスターシステムのジョイパッド。レバーが取り外し可能な8方向ボタンを用いている。PC エンジンの初期型コントローラー。十字キーが一体化したボタンを用いている。プレイステーションの初期型コントローラー。十字キーの代わりに4個のボタンを用いている。 ただし、上下左右が独立したボタンではなく、一体成形のパーツで方向キーを構成している。唯一、十字キーボタンを2つ装備したバーチャルボーイのコントローラー。十字キーは、主にゲーム機のコントローラーや、携帯電話、リモコンなどで使用される、コンピューターやゲーム内におけるカーソルや、プレイヤーが操作するキャラクターの移動に使われるキーや、ボタンの総称である。 コンピュータにおける方向キーと同じ働きをするものであるが上下左右に配置された4つのスイッチの上を10文字のカバーが覆っている。十字の中心には視点があり、カバーがシーソーのように動くことで上と下または左と右のスイッチが同時に押せないようになっている。十字キーを斜めに押すことで上と右、下と左のように隣り合う2つのスイッチを同時に 押せるようになっており、これにより8方向の入力が可能になっている。通常は親指で操作する。任天堂としての公式名称は十字ボタンである。主に AV 仕様ファミリーコンピュータや、任天堂ゲームキューブゲームボーイミクロ任天堂 y m i d 3DS など、近年の任天堂ゲーム機の取扱説明書などでは、十字ボタンと呼んでいる。n i n 以外のメーカーでは、十字キー、 方向キー、方向パッドなどの名称を用いている。英語圏ではダークシオネルパッドを略して D パッドやコントロールパッドと呼ばれる。十字キーの前身となるものはアーケードゲームや SNK のヴァンガードなどで使われた4つの方向ボタンだった。家庭用テレビゲーム機で十字キーの前身となるものはマテルが1980年に発売したインテレビジョンによって 初めて使用された。インテレビジョンの特徴的なコントローラーは、家庭用ゲーム機では初めて、ジョイスティックに代わる方向キーを採用したもので、円形のパッドを親指で押すことで、16方向の入力が可能であった。短命に終わったエンテックスのセレクトアゲームは、上下左右の方向ボタンが特徴的であった。同様の方向ボタンは、あたり2600の前身で発売されなかった。 当たりゲームブレインやビデオマスタースターチェスゲームのような初期の専用ゲーム機のいくつかで使用された。ミルトン・ブラッドリー・カンパニーの携帯型ゲーム機マイケロビジアン用のソフトとして1981年に発売されたコズミックハンターでは十字キーに類似したコントローラーを使用していた。このゲームではスクリーン上のキャラクターを親指で4方向のうちの1つのボタンを押して操作した。 十字キーは、任天堂在籍の開発者、横井君平によって、1982年発売の、ゲームウォッチ、ドンキーコングのために開発されたもので、同社の沢野隆夫により提案された。それ以前と同様の分離した方向ボタンを採用した、ゲームウォッチのタイトルも、当分の間は発売されたが、十字キーを採用したタイトルの方に人気が出た。 ニンテンドーは十字キーの実用新案件を取得し、技術、高額エミー賞を受賞した。1984年、エポック社は、携帯型ゲーム機、ゲームポケコンを発売した。それは十字キーを特徴としていたが、人気が出ず、短期間で市場から姿を消した。コンパクトながら、親指だけで4方向にキーを押す感覚が伝わる、画期的な操作性は、 携帯型ゲーム機だけでなく末置き型ゲーム機にも適切であるとニンテンドーは判断しファミリーコンピュータなどの家庭用ゲーム機にも十字キーが装備されたその後ニンテンドー以外の会社のものも含めて主要なテレビゲーム機には十字キーが装備されたしかしアーケードゲームでは主として最新のゲーム機では十字キーの他に親指で操作するアナログスティックがついているものもある アナログスティックは、任天堂64で、初めて採用されたもので、ゲームによってはどちらかだけで操作した方が良い場合も、ある。アナログスティックを使うゲームの多くでは、十字キーは方向指示以外の用途で使われる。例として、Wii のスーパーマリオギャラクシーでは、移動操作は、ヌンチャクのコントロールスティックを用い、Wii リモコンの十字ボタンは、視点切り替えに使われる。 基本的には一つの機器に一つであるが、例外で、任天堂のバーチャルボーイのコントローラーはこれを唯一二つ装備しており、ゲームによって両方、または片方を使う。任天堂では、ファミコン、またボタンは、ひし形状に配置され、十字ボタンの役割を果たしている。2019年に発売された廉価版モデルである、任天堂スイッチライトや、 周辺機器の任天堂スイッチプロコントローラーなどには十字ボタンは装備されている。十字キーはメニューから動作を選択する方式の装置で単純な操作用のボタンとしても使われる。それはゲーム機の十字キーに似ているが、ゲーム機のようなリアルタイムの操作のために最適化する必要はなく、またゲーム機のように斜めの方向を指示することはできない。多くの場合、 十字キーの中央に、決定、OK などと書かれたメニューを実行するためのボタンが付いている。十字キーではなく、上下、左右の一軸方向の二つのボタンが付いているものも、ある。十字キーについては、1982年に、任天堂が実用新案件登録出願を行い、1992年に、方向性スイッチという名称で、実用新案件を取得している。ただし、 これは十字キーそのものについての包括的な権利ではなく特定の構造の十字キーについてのものである。このため他のメーカーはこの実用新案件を侵害しないように任天堂とは構造の異なる十字キーを採用する場合が多かった。そのため登録されている実用新案件の数が多い。なお当時の実用新案件の存続期間は 出願から12年間であったため、この権利は1994年に消滅している。具体的には、AVCO ファミリーコンピュータ取扱説明書 P3 各部の名称と働き、Nintendo Game Cube 取扱説明書 P16 各部の名称、ゲームボーイミクロ取扱説明書 P38 各部の名称と働き、Nintendo DS Lite 取扱説明書、 P24P25 各部の名称 Nintendo 3DS 取扱説明書 P25 各部の名称などの各本体各ソフトの取扱説明書の操作方法の項目に記載されている Nintendo 3DS 本体の主な仕様 Nintendo 2016年2月11日閲覧各部の名前プレイステーション4ユーザーズガイド ソニーコンピュータエンタテインメント。2015年2月23日閲覧。x b o x One e ワイヤレスコントローラーの概要。日本マイクロソフト。2015年2月23日閲覧。ブロッケード。キラーリストオブビデオゲームス。ハットマット・バートンビル・ロー・ウイディス。ザ・ヒストリー・オブ・ローボトロン。2084。ランニング・アウェイ・ホワイル・ディフェンディング・ヒューマノイズ。ギャモストラ・ハット。 ビデオマスタースターチェス。アルティメットコンソールデータベース。2010年8月30日。閲覧。ソニー S プレイステーションポーダブルミルトン・ブラッドレイ。S マイケロビジアンザ。PS、p s p ザヒストリーオブハンドヘルドビデオ、ゲーミング。パート2。ニコシルベスター。about.com。アクセスト。オンライン17。2010。ただし、実用新案を登録する際。 発明者の名前を十字キーの図面を書いた人物の名前で登録したため、後日山内博史に怒られるというエピソードもあった。ニンテンドー・ファミコンはこうして生まれた第7回業務用機の使用を家庭用に LSI の開発から着手。日経 BP2014 年5月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年5月22日閲覧。 Nintendo Wins ME4DS&WE Engineering Technology Sky News news.sky.com2012 年7月11日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年8月30日閲覧マグリノトム CES08Nintendo Wins 2nd ME ニュースアートゲームスポート GAMESPOT.com 2010年8月30日閲覧特許検索ガイドブック電子ゲーム平成17年3月特許庁15ページありがとうございます